皆様こんにちは、モス姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今ね、メッセージで浄化中なんですけれども、煙がねなんかこう風があるからかな、なんか画面の方にあんまり来ないみたいな。はい、まあ、今もね、はい、聖地焚いてます。はい、今日は2つお伝えしたいことがまずあります。はい、1つ目なんですけれども、まあ、YouTube を始めて私多分ね何百回 と、言ってきたこともあるんですが、私の声がね小さい、聞きづらいということを、まあ言われております。まあ、なのでできるだけ、まあ、もちろんマイクも使ってますし、できるだけ大きな声でお話をしてるんですが、どうしても気管支が弱かったり、夜中に咳が止まらなかったりっていうことで、まあ、声帯が弱いというか声がやっぱ出にくいんですね。でもまあできるだけ大きな声で、まあ、頑張ってお伝えしようと思っていること、これが1点と、はい、2点目なんですけれども、私個人鑑定をしております。まあ、ここならでテキスト鑑定、そして、まあ、直接 Gmail とかインスタでご連絡をいただいて、ご予約を取らせていただいてする電話鑑定と2種類あるんですけれども、ここならでね、ここならの電話鑑定を待ってらっしゃる方が、並んでくれてる方がね、多分ね40人以上いらっしゃるんですね。なので私はここならでは今のところ電話鑑定を再開する予定はありませんので、よかったらインスタもしくは Gmail でお問い合わせくださいという、この2点を今日はまずお伝えしたいと思っています。はい、そして今日撮っていく内容なんですけれども、この恋を諦めるべきか、それともこのまま頑張るべきかということで、二者択一をね深掘りしながら答えを導いていけたらいいなと思ってます。はい、先ほどカードを引いたんですけれども、左から1番、2番、3番なんですけれども、どうでしょう、今ピンとくるカードありますか。今の段階でね開いていこうと思うので、見て、まあもちろんね変えるっていうのももちろんありなんですけれども、多分ね今のインスピレーションでピンときたものが、もしかしたら内容がねリンクするかもしれません。もし内容がね全く違うなと思うときは、よかったらそのときは他の番号も見てみてください。はい、じゃあね左から大丈夫でしょうか。カードをね開いていきたいと思います。1番の方、2番の方、3番の方、じゃあねカード開いていきます。はい、1番の方、じゃあいきます。はい、はい、こちらイムラマーですね。お相手様とね、あなた過去生できっとこれご縁があるんじゃないかな、出会ってるんじゃないかな、前世からなんかねそんな気がします。なるほど、 OK。 はい、2番の方、はい、ブレイクサティン、なんかお二人にとてもとても大きな障害があるのかもしれません。だからね、もしかしたら今この恋を諦めるかどうか悩んでいるのかな、そんな気がしました。はい、そして3番の方、はい、とても強い女性戦士のカードが出ています。まあ、キャリアウーマンだったり、なんかね、例えばね、お仕事しながら、例えば子育てしているとかね、そういうイメージもありますし、お仕事をね、バリバリ頑張っている人、とても頭が切れて、ね、切れる人、
そういう人かなっていうイメージもあります。うん、わかりました。はい、じゃあ今一つのメッセージとしてこのカードからお伝えしたんですけれども、じゃあ今日はこの恋をね、諦めるべきか、頑張った方がいいか、そしてあの人の気持ちも深く深く見ていきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の失礼しました。はい、1番の皆様お待たせしております。じゃあまずね、諦めた方がいいか、頑張った方がいいかっていうことで、まずね、二者択一でたくさんのカード使いながら、まずここから見ていきたいと思います。はい、まず今の現状をソードの4、はい、カップのクイーンのリバース、デビル、はい、ソードの7のリバース、コインの8のリバース、が出ましたね。はい、そしてこれはフールのリバース、はい、ちょっと待ってくださいね。さあ、こちらにカードをね、並べていきます。こっちがね、諦める、こっちが頑張るっていうことでね、見ている。よいしょ、次はね、ルノルマンを出していきます。ね、今物事が動いてないんだね。なんかね、良くも悪くもこう停止、太陽が出たね。通り、星か。ライダー。はい。諦める、諦めない。タクスイコン、今本当に辛い状況ですよね。物事がね、動かなくて。なんかこれね、四大家の中、すごいね、この中のカードの中の4枚に入る、とてもね、辛い状況なんですよ。とても今本当に辛いんだと思う。天水天樹、松、来水海、物事が溶けていく、火山魚、花粉症、
俳優。新井聖子か。はい、あと最後にね、ルーンを出させてください。まあ、すんごいいっぱい出すんだけどね。現状が、はい、フェオのリバース。ラードのリバース。マン。はい、レオと、やっぱ動くって出てるね。さて、はい、オセルのリバースと、そっか、ニードか。はい。はい、お待たせしました。ちょっと綺麗に並べ直します。はい、ちょっとね、綺麗に並べ直しました。はい、まずね、今の現状がこれなんだけど、物事が動かなくてこれ辛いね、本当にね。なんかね、しばらく今の現状がこう続いているのかなって感じがこれはしますね。まあフェオのリバースね、物事がなかなか思い通りに進まないとかね。まず今の現状はとても辛くて本当に寂しい、苦しい、もうね、そんな状態ですね。だからもう諦めようねと思う気持ちは、あのね、確かにそっちの方が楽なのかなとかね、そう思う気持ちは確かにわかるなっていうこの今の現状です。そしてこちら側が諦める、こちら側が頑張るっていうことをね見たんだけどね、なんかね、このね、頑張るっていう側、可能性がね、ないわけではないんだよね。でもね、なんかね、もうね、この、まあ、近い未来というか、まあ、これ今の、まあ、現状として見ていただいてもいいんだけど、三角関係って出てるんですよね。あ、ごめんなさい。三角関係って出てて、なんかこう二人の間にこう邪魔な存在がねいるって出てるんですよ。辛い性格だからね。だからなんかね、頑張っていったとしても、なんかそのお相手様とそのどなたかっていう人はなんかね、関係性はもしかしたら変わらないのかなとかね、そういうふうに思って、なんかね、このね、未来がね、そう、これがね、フールのリバースが出てるんだよね。フールのリバース、まあ、これがね、ね、こちら聖地だったらなんかあの人と新しい関係性が発展するかもって言えるんだけど、なんかね、もしかしたらあの人といわゆるよりは戻るかもしれない。でも、なんかね、連絡はこれね取れそうなんですよ。連絡は取れそうなの。でも、あの二人の根本の関係って言えばいいのかな、そこは、なかなか変わらないのかなって。だからもし例えば復縁とか連絡とかなんかね取れたとしても、まあこれがね、結果でこれニードっていう、まあ、カードが出てるんだけど、なんかね、復縁はできるかもしれないですよ。まあ、ここにね、フールが出てるからね、リバースだけど、復縁は出てる、復縁はできるかもしれないんだけど、
なんかね、心が満たされなくて、なんかね、苦しい状況が続いてしまったりとか、うん、そういうのは出てる。今よりはね、今よりは二人の状況はね、動くって出てるんですよ。うん、二人の関係は、まあね、この花風亭っていうのも、これ三角関係って意味なんだけど、ここにね、船、三っていう数字が出てて、まあこれはコインの八というのが出てるので、まあ、コツコツ、この人との関係を頑張っていくことによって、二人の関係は動き出したり、するよって、するよって出てるんだけど、でもそれでも、なんかこう、今見えてる段階っていうのは、なんかこう、なんか辛さも伴う恋愛、この今の状況よりはもしかしたら、あなたはね、この時の方がね、それでもいいって言われるかもしれない。連絡が取れるなら、あの人に会えるんなら、ね、少々辛い状況でも今よりはいいっていう、その考え方もありですよね。うん、その考え方もあり。で、逆にね、じゃあこの諦めるでしたらどうなるかっていうとね、すごいよね。なんかね、諦めるってなった場合、それでもね、あなたは待つって出てるんですよ。なんかね、動けない恋を、ね、希望を持ちながら、あの人のことを待つって出てるのね。なんかね、あの人は来てくれるかな、そうじゃないかな。で、少しね、気持ちが不安定になりながらも、希望を持ちながら、なんかね、あの人からの、動きとか連絡が、諦めるって決めてもそれでも待ってる、そういう状況が見えるんですね。そしてなんかね、もういよいよあなたがやっぱりもうこの恋はもうね、私は僕は前に進むしかないんだって、これ旅立ちのカードなんです。もう前に進む、動き出す。で、これね、一人で進むっていう意味があるんですね。なので、もうあの人の思いを断ち切って、前に進もうとする未来なのかなと。そしてね、これすごいなって思うんですけど、これね、まずね、大きく考えて2つ考えられるんですよ。っていうのも、まずね、こちらね、諦めるっていう側。諦めるっていう側で見てるんだけど、これ、結果がね、これ復活のカードなんですよ。その正位置のカードね。だから、諦める。で、なんか諦めようとして、あの人を諦めようって思うんだけど、逆に不思議だよね、願いが叶うって出てるんだよね。なんかね、ね、星もそうだし、加点対応すごい、これむちゃむちゃ強力な毛だし、ここにね、復活のカードが出てるから。で、これは何を表すかっていうとね、今はね、諦めないってした場合は、なんか二人は連絡は取れるかもしれない。でも、こう、きちんとしたスタートが切りにくいかもしれないって出た。でも、諦めるってなった場合、あなたはね、努力をするんですよ。やっぱり私も、僕も幸せになりたいみたいな形で。なんかこう、いろいろな重荷とか、あの人との思い出、あの人からもらったものとか、例えば捨てたりとかね、こうそういう心の整理をすることによって、それが逆にあの人を引き寄せる可能性。あとね、一個言えるのが、
これね、結婚っていう意味もあるんですよ。だからもしかするとですよ、これは今のこのお相手様じゃなくって、もしかするとむちゃくちゃすごいあなたの理想の人と結婚までつながるようなご縁の人が現れるかもしれない。もうこれがね、さあどっちだろうって感じがする。でもあなたにとってこの恋をね、諦めるか、ね、頑張るかって決めた時、私はこのね、諦めるっていう方を選んで、辛いんだけどいろいろ努力をした方が結局はこの人、もしくは新しい恋かもしれないけど、すっごい すっごいもう大幸運があなたに舞い降りそうな気がするの。ここでね、まあ諦めないってした時、やっぱデビルが出てるんです。でデビルっていうとね、まあ腐れ縁とか、なんかこう、まあこれはあまり良縁とは言えない。なんかこうどうしても、なんかこう執着っていう感じの方が強いかな。ね、あの人をね、こう他の人に渡したくないみたいな、純粋な愛情っていうよりは執着の方が強いかもしれない。でもこの執着を一旦切るんですよね。切るっていうか、なくす、もうなくす なくす。そうすることによって、あなたの心が、体がデトックスをして、この人かもしれないし、むちゃくちゃすごい出会いがあるかもしれない。その人とはきっとこれはね、結婚までいけるんじゃないっていう、そういうものが出てるよっていうことをまずはね、言いたいかなーって感じ。じゃあね、今このお相手様があなたのことをどう思っているのかを見ていきたいと思います。はい、じゃあ1番の方、今ね悩んでいるあの人のこと、あの人がこの恋をどうしていきたいと思っているのか、あの人のね深い気持ちまで見ていきたいと思います。ライダー、無知、太陽が出たね。コウノトリ、星 あの人、まずね、今さって言ってるけど、連絡したいって出てるよ。でもすっごい忙しかったりとか、本当に大変なんじゃないかな。あの人の環境がこう今変わってるような気がするんですよね。なんかね、実際に引っ越ししたりとか、会社の移動とかね、なんかそういうこう環境の変化っていうのが合ってるような気がするし、まあ、もしお相手様がね、既婚者であれば、例えば最近子供生まれたのかなとか、なんかそういうこう環境の変化、大きな環境の変化があって、こう連絡どころじゃないのかなみたいな。でもね、星太陽、すごいね。ちょっともう少し深く見せてください。あ、すごいですね。はい、カップの5のリバース。はい、ソードのエースのリバース。ワンドの3。カップの6。懐かしがってるよね。
なるほど。ワンドの6のリバース。ありますね。分かった。あとね、ちょっとこれ久しぶりに今日このカードの、気持ち深いところでこの人ありますね。なんかあなたを思ってる。はい、わかりました。これあの人の気持ちなんだけど、ありますよ、一番のあなたに。で、あるんだけど、今ね、動けない事情がある。で、今さっき諦める、諦めないって出たんだけどね、見たんだけど、その時はいわゆる諦める方がいいって出た。でもそれはどういうことかっていうと、あの人に対する執着、それを捨てた方がいいよって言ってるような気がする。実際になんかね、諦める諦めないっていうことではなくっていうと少し変なんだけどね。変なんだけど、あの人の状況をもう少しね、穏やかに、例えば待つとか、なんかね、絶対復縁したいんだっていう強い思いじゃなくって、私は私のことで、じゃあちょっと頑張ってみようとか、勉強仕事頑張ってみようとか、あの人のことは大好きなんだけど、今は一旦置いといて、あの人のことは一旦心から消してしまおうみたいな。それぐらいの方があの人にも、このね、今あなたが持っている心のエネルギーが伝わるような気がする。だからこそ一旦やめるっていう決断をする方が、逆にね、これ復縁につながるのかなって気がする。これね、いやもうね、あの人の気持ち、もうね、もうとてもあなたへの、もうね、柔らかい、なんかね、こう、可愛い感情っていうのかな。そのね、愛情がね、ありますよ。ある、あるしね。今はね、やっぱりあの人がね、動けないって出てるんですよ。今は、ね、どんな、なんかね、状況だったとしても、あの人はあなたに連絡がしづらいとかできないとか、今はしないようにしてるみたいな、そんな感じだからね、嫌いとかね、そういうのはね、逆に言うと全く出てないよ。あ、ごめんなさい ずれてしまって、それはね、逆に全く出てない。ただ、そう、あ、ごめんなさい。これ、今さっき私、カードを読み違えてました。これ、星です。で、これだけダイアルカナもね、ダイアルカナっていうか、優しいカード、柔らかいカードがいっぱい出てるから、今は、あの人は、余裕がない。でも、あなたのことは全く忘れてません。大好きな人って出てる。で、ここに星でしょ。で、ここに星でしょ。もうここに太陽でしょ。みたいな。すごいよね、あの人の気持ちが。いや、もうあなただけを思ってますよ。深いところで。もう深いところで、あなたのことを思ってる。と、出た。だからね、これは今さっきの流れで言ったら、1、2、3。もしかしたらね、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1。少なくとも4週間はかかるような気がする。少なくともね。でも4週間から、
そうね、4週間から3ヶ月以内に動きあるような気がするんだけどな。うん、ね、台風が来る。ね、もうちょっと動かないね、山だからね。やっぱり3ヶ月目かな。あ、ほら、4ヶ月目には仲良しって出てる。うん、ここ3ヶ月目。うん、まだね、あの人はね、嵐の中にいるのね。で、2ヶ月目までまだ動けない。でも3ヶ月目。うん、あの人自身のバランスも取れて、4ヶ月目もとっても仲良しって出てる。うん、で、あの、もう一回言うんですけれどもね、こう今の気持ちのままは私はね、いない方がいいと思う。もう少しあなた自身も心を楽にしていただけた方が、そのあなたが持っているエネルギーがね、あの人にも伝わるから、あなた自身もね、お相手様だけって感じじゃなくって、どうかどうか自分の時間も楽しみながら、そっちの方がきっとうまくいく可能性高いんじゃないかな。はい、私はそう思います。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番の方。まずはこの恋、諦めた方がいいか、頑張った方がいいかっていうことを、まずね、たくさんのカードを使いながら見ていきます。カップの9のリバース、コインの4のリバース、ワンドの7、コインのページのリバース、ワンドの2のリバース、鳳凰の正位置、コインの2の正位置。はい、諦める、頑張る。はい、じゃあここにね、たくさんのカードを、はい、じゃあね、ちょっと乗せていくというか、はい、合わせていきます。おっと、はい、秘密の恋、恋愛中かな。今度はね、はい、スイカ規制、水風衣、うん、参加費、地点帯、宅展開、
すごいね、地風症が出たね。ちょっと待ってね、後でカードをもう一回見やすくしますので、あとね、ルーンを並べていきます。さあ、うん、今なんかちょっと連絡がね、滞ってる。アンスールのリバースが出て、クノが出て、よいしょ、はい、トゲのリバース、はい、ウル、牛のカード、お、やら、実りのカード、おー、イエローとペオース。はい、じゃあちょっとね、これで全部出したので、もう少しカード見やすいようにします。少しお待ちください。はい、2番の方並べ、ちょっとね、綺麗に並べ直しました。うん、ここがまあ現状で、諦めた場合、諦めない、頑張った場合ってことでね、見たんだけど、これ案外分かりやすく出たかなって思うんですよね。まず今の現状が、まあこれアンスールのリバースが出てるから連絡が途切れてるとかね、2人の関係が今中途半端な状態で止まってる、まあ複雑な関係、うん、心が満たされずに寂しい状況が今なのかなっていう、やっぱりこう中途半端な感じ、こうきちんと終わったようには見えない。まずね、それが今の現状で考えられる。そしてね、じゃあがん、ね、この恋を頑張ったらどうなるのかって見ているとね、やや時間はかかるかもしれないけど、結果がね、まあ、このね、地風症っていう大前進のカードが出てるんですよ。でね、なんかね、あの人から、これハプニングっていう意味があるんだけど、なんか2人の関係がずっとこう曖昧な状態が続いていたんだけど、突然あの人から、本当に突然あの人から連絡が来るとか、そんな状態になりそうなんです。だからなんかね、途中はね、本当にあの人のことが恋しくて、なんかもう胸の中にあの人しかいないみたいなね、そんな状態でも、ね、なかなか連絡は来ず、もう心の中がなんか寂しくてしょうがないとかね、ね、やっぱりいっそこの恋をやめようかみたいな感じになったあとぐらいの時に、突然あの人からなんかもう本当に驚くような連絡っていうか、連絡があること自体むちゃくちゃ驚くのかなって感じがするんだけど、そういう感じになりそう。だからこのまま終わるっていうふうにはまず出てないよっていうことは2番の方にお伝えしたいんですね。ただなんだけど、このね、諦めるとね、した時にどうなるかって見てたら、なんかね、すごい出会いがあるんですよ。なんかね、結果的にはね、諦めるってね、なった場合、なんかあなたが多分これ年上かもしれないし、もしかしたらバツイチの人かもしれないんだけど、出会いがあって、なんかお牛座の人かな、
太陽お牛、もしくは月星座牛みたいなね、そんな感じがするんだけど、そういう人との出会いがあって、なんかこうご両親も喜んでくれる、なんか結婚にまでつながるような、なんかね、ものがありそうなんです。で、このねエオローっていうカードなんだけどね、これっていうのがもうなんかね、もう嫌だなって思う人との縁も切れていくよみたいな、まあ、別にこのお相手様が嫌ってわけじゃないんだけどね。なので、あなたにとっていわゆるこういいご縁じゃない人と縁が切れて、あなたにとってポジティブな人、なんか喜びっていうカードなんですよ。そういうのがあるからね、なんか結婚、穏やかな恋愛、年上の人、よく食べる人、なんか体が大きい人、お金持ってる人との出会いがあって、その人となんか幸せな流れがあるって出てるんですね。なので、これはね、あなたにとって正直ね、どっちがいいかわからないです。ただそうね、このね、出会いの方はね、案外早いような気がするんですよ。あ、ここでも牛のカードが出てるね。なんか牛が今回キーワードですね。で、地点体って言ってね、これあなたの思いと、まあ、次出会う人の思い、多分ね、ほぼお互い一目惚れとか、なんかそういう感じで始まっていきそう。これね、あなたも出てるしね。なんかこう、次の恋がね、この人のことを忘れさせてくれるのかなって気がする。なんかここ勝利のカードとハートのカードも出てるしね。なんかすごいなって感じです。なので、これはね、あなたにとってどっちがいいのかっていうのは正直わからない。やっぱりあなたの心が一番大切だと思います。まあ、このね、頑張るっていう方向をね、選んだらしばらくは連絡は来ないんだけど、でもひょんな時にあの人から連絡あるよって、だからこのまま切れることはないよって出てる。でも諦める、あの人を諦めるってなった場合、あなたにとって愛して愛されて穏やかな恋愛があって、そして結婚まで行くのかなみたいな、そういうものが出ています。じゃあ今からこのね、あの人があなたのことをどう思っているのか、ここの部分を見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の皆さん、じゃあね、あなたの待ち人ね、あなたのことをどう思っているのか、はい、見ていきたいと思いますね。連絡は来るって出たんだけど、音信不通からの突然の連絡って感じがします。さあ、あの人の気持ちは、はい、じゃあ見ていきます。あの人の気持ちにはタワーキーですね、キーヘビ、あなたのことは考えてます、考えてるんだけど、やっぱり複雑な恋愛みたいですね。なんかな、なんかね、こう距離感がね、今はこう今のこの距離感でいいってあの人が思ってるみたいなんですよね。だからなんかあなたから自分のことをね、こう去るとか、なんか思ってない、案外自分に自信がある、あなたは決して、ね、自分のところから
去らずに待ってくれるみたいなね、そんな気持ちがもしかしたらあるのかなって感じがしてます。もう少し深く見ていきます。あの人の気持ち。ね、相当のキングだもんね。なんか自分がね、王様なの。で、ソードの7。い、バンドの違う、ソードの10のリバース。10のリバース。あ、やっぱ既婚者かな。審判。王様だね、この人ね。王様。良くも悪くもね。良くも悪くも王様。だからね、多分こういう音信不通とかね、突然連絡をするとかがきっとね、できる人なんだと思う。そうだな。ニュービギニンス。フレキシビリティ。アドベンチャーズ。はい、これがね、あの人の気持ちです。そうね。もうね、これはね、もうもちろん、ね、もちろんもちろんあなた次第なんですよ。もちろんね、あなた次第なんだけど、なんだけどだ。そうね。なんかね、気持ちがないわけではないんだよね。でも、あ、すごい自己中だと思います、この人は。いい悪いじゃないです。私は別にジャッジする側でもないし、まあ、ジャッジをね、しようとも思わないし、ただ、あなたのことを大切に思っているかどうかっていうと、そこはね、クエスチョンなんだよね。そこはね、すごくクエスチョンなの。っていうのも、このお相手様ってね、大切なのは自分なんですよ。ね、キングキング、ソードのキング、ワンドのキング。確かに仕事忙しいかもしれない、確かに仕事できるかもしれない、でもなんかね、あなたのことを思っている気持ちどこにあるみたいな。そして、まあ、複雑な恋愛って出てるので、まあ、これがね、奥さんかもしれないし、もしかしたらね、これね、他の異性もいるのかなみたいな気持ちもね、少しある。まあ確かにこういうこうなんか、こう S っぽい人って、まあモテますよね。そういう感じできっと、まあモテる人なんだろうなとも思うんだけどね。で、ね、まあここに審判が出てるから、まあもちろんあなたのことっていうのはこのまま切るつもりはないって出てるんですよ。切るつもりはないけど、8割方自分のことしか考えてないよなみたいな。もちろんね、あなたのことは考えてはいるんだけど、こういうふうにね、考えてはいるんだけど、まあ他の異性なのか、まあ例えば奥さんなのか、そういう存在もありながら、なんかね、自分っていうものがありながら、なんて言えばいいのかな。
かこう自分にとってそうね、ちょっとこれね今言葉を選んでるんだけど、なんかこう自分にとってこう都合のいい人みたいなイメージがある、うん、大切にしてたらねやっぱりねもっとね大切にするカードがねいっぱい出るんですよね。でもあなたのことは異性として見てる、着るつもりはないけどてんてんてんって感じだから、今さっき新しい出会いって言ったら次はすごく穏やかでなんかねすごくよく食べてなんかしっかり愛して愛されてみたいな、そういう恋愛が出てたから、もちろんどっちがいいかっていうのは見ていただいているあなたが決めることなんだけど、なんかこうあんまりこのお相手様はこうおすすめがねあんまりできないかなみたいな、むしろまあこの人をやめろって言ってるわけではないんだけれども、でも新しい出会いを求めてもいいのかなって気はします。でその時に考えてもいいのかなみたいな、そんな気がする。出会いはね案外早くありそうなんですよね。ちょっと見てみましょうか。これ出会いね、出会い、ちょっと待ってね、うん、もうなんか2ヶ月目にありそう出会いがね、あ、もう3ヶ月目にはありますよ。もうなんか付き合ってるんじゃないかな、3ヶ月目にはって感じがします。じゃあね、いつこのお相手様から連絡があるか見てみましょうか。おお、これで見ていいのかな、よいしょ、まだあなたは砂漠の中、夜の中にいて、まだね飛び立つことはない、まあ、いわゆるあの人からの連絡はない。でね、その次が山なのね、物事がまだ動かない。そうね、まあ、ここを1ヶ月目と見ると1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目あの人が来るかもしれない。ちょっと待ってね、4ヶ月目まで出してみます。4ヶ月目かな、3ヶ月目、4ヶ月目にはね連絡来ると思うっていう、こういう流れ、なんかね出会いをなんかね求めてっていうのも良さそうな気がするかな。はい、これが2番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ二者択一で、こちらが諦める諦めないということで、まずねたくさんのカードを出していって深掘りしていきたいと思います。はい、まず現状、女帝だね。
108のリバース。はい、コインのページのリバース。カップの6。違うカップの9。マジじゃん。カップのクイーン。今からね、たくさんのカードを出していくんだけど、今お二人は、私はラブラブに見えるんだけど、ちょっとこのカードから出していきます。天地比。天卓理。地天体。失礼。雷山昇華。風山線。すごいね。天下同人。卓山館。はい、この方たちダブルかな。ちょっと今からカードをもっと出すんだけどね。あー、なんかそんな気がする。愛し合ってるんだけど、今はね、一緒になれないって出てるんですよ。今魚。星。雲。クローバー。花束。おお、死神じゃないかま。あとルーンを出していきます。ねえ、牛夫もう愛し合ってるよね。ニート。どっちかな。マン。はい、シゲル。ウル。ごめんなさい。よいしょ。クノのリバース。はい、じゃあちょっとこれね、綺麗に並べ直します。はい、じゃあ3番の方綺麗に並べ直しました。全く違ったら別のカード、別のナンバーをね、見ていただきたいなって思うんですけれども、はい、1番の方、私はダブルの方たちなんじゃないかなと思っています。っていうのもね、なんか現状がね、全く問題がないんですよ。もうなんか愛し合ってる2人だし、もしかしたらお互い家庭あるのかな、子供あるのかな。だからこそ愛し合ってるんだけれども、今は一緒になれない。でも、もう会えてるし、なんかお互いもう出会えたことが宝物っていうか、ギフトっていうか、もうお互いにそう思ってる、むちゃくちゃお互いに大切な存在で出てるんですね。で、じゃあね、諦めない、こっち諦める、諦めないなんだけど、諦めない。もうね、全然問題がないんですよね。諦め、なんか今でもうまくいってるからね、諦める、諦めなくて問題がない。ただね、これ最終的にはなんだけど、なんかこう行き止まり感っていうのがあるのかなって気がするんです。なんかこうダブルで、おそらくね、これ本当に長く
続いていくだろうって思われるんだけれども、なんかこうどこがゴールなんだろうみたいなね、そういう感じのなんか本当に行き着くところまでなんか頑張っていくんじゃないかなみたいな、そんな気がします。そして最後に決断をするのはもしかしたらね、見ていただいてるあなたかもしれないんだけど、なんかこう本当にこう末永く続くというか、あなたが終わると言わなければ、頑張ろうと思えばもうこれはね続くこう関係性だろうなって、すごい相性もいいし、なんかね一緒にいて居心地いいし、すごい幸せって出てます。すごく幸せ。ただなんかこう最後のこう何て言うのかな、砦っていうのがなかなか越えられない部分がもしかしたらあるのかもしれない。でもこうここまでがすごくもしかしたら数年単位とかかもしれないんですよね。でもとにかく本当穏やかな幸せな愛し合ってる、なんかそういうのがまず出てます。これ頑張る側ね。で諦めるってなった時はなんかね、諦める時っていうのがおそらくこれはね、なんかあなたに他に例えばね異性が現れるとか、もしくはあなたが、私ダブルだと思ってるんだけど、あなたがこの自分の家庭を取る、自分の家庭を大切にするみたいな、なんかねそういうところまでは、なんかね逆にこう続いていくような気がするんですよね。なんかねそう、なんかなんていうのかな、こう無理に諦めなくていいよっていうカードが出てるんですよ。なんか無理に諦めるってなったら逆になんかお互いこうストレスというか、なんかこうなんでこの途中で恋をやめないといけないんだいみたいな、そんな感じがする。無理に諦める必要は全くないって出てて、むしろ諦める時は繰り返しになるんですけれども、あなたが自分の家庭を取る、あの人がっていうよりもあなたがって気がするんですよね。なんかその時にはもしかしたらこの恋に終止符を打つのかなみたいな。だからこう諦める諦めないっていうことを今回出てるんだけど、なんかね不思議なんだけど、今がすごく幸せそうだからかもしれないんだけど、結果がねほんと同じような、むしろなんか諦めないでなんか本当に幸せをかみしめながら進む、それでなんかそれで本当にこう全然問題ないような気がします。いやもうずっと続いていきますよ。続いていく。そうだからね、結果的にあなたから見たら、なんかどっちをとっても幸せというか、むしろこのお相手様と頑張りながら、もうなんかね精一杯、なんか本当にこうね命をかけて恋愛をするみたいな、そういう人になるんじゃないかなみたいな、出てる。そしてもしこの恋に終止符を打つときはあなたの方からなのかなみたいな、それも出てるような気がします。っていうか無理に終わる必要ない、お互い宝物の2人なので。ということで、じゃあね、このね、あの人の気持ちを見ていきたいと思います。はい、じゃあ、失礼しました。3番の皆さん、ね、あの人の気持ち、見ていきたいと思います。なんかね、全然こう、状況がぴったり来ないっていう方は、よかったら他の番号も見てみてください。
今回ね、私はこの3番の方はダブルかなって思ってるので、カードが落ちますね。よいしょ。もう少しシャッフルをさせてくださいね。うん、良さそうです。じゃあ開いていきます。はい、庭、山、うん、釜、道、あなたのカードが出ましたね。あ、なんか今あの人は少し悩んでる。ね、このね、悩んでる。ね、あなたとの関係を終わらせた方がいいのか、頑張ればいいのかって、こう、あの人自身もすごく考えてる。どうしてかっていうと、二人の間に大きな障害があるから、あの人自身もすごく辛いのかなって気がねしています。もう少しね、ルノルマンも出させてください。自身も環境を変えたりとかね、そういうことももしかしたら考えてたりするのかな、なんかね、するのかな、うん、ちょっと待ってね。はい、女教帝のリバース、ソードの7、うん、ワンドのクイーンのリバース、うん、ソードのキングのリバース、一緒になりたいんだろうな。はい、リーダーシップ、インナーピース、はい、お待たせしました。なんかね、あの人、いや、なんかこう好きだからこそあの人がね、とっても悩んでるように見えますね。もしかしたらあなた自身も最近ね、こうなんで一緒になれないんだろうとかね、なんでもっと長く一緒にいれないんだろうとか、こうそういう時間的なものとか、これからの流れのこととかを考えて少し悲観的になっている部分があるのかもしれない。今お互いにややナーバスになってるのかなっていうふうに見えました。なんかお互いが辛いみたいな。そしてあの人としては、こう本当はやっぱりあなたと一つになる、一つになるっていうのが、まあ、例えば、ね、席はどう
であれ、なんかね、あなたとやっぱりきちんとした例えば夫婦だったりとか、うん、そういうものを求めてるんだけど、やっぱりこうそれが今はできなくてっていう、こうはっきりこう白黒がこうつけれない関係、そこにやっぱりあの人が深く悩んでるのかなとかね。でもあなたとのやっぱり2人の関係性っていうのは、やっぱりお互いにとってなんかね、すごく居心地がいいし、まあここでもね、魚が出てるんだけどね、すごく居心地がよくって、本当に同じ方向を向いて同じ速度で歩いてる人。だからね、で、あの体の相性もいいって出てるんですよね。だからあの人としてはやっぱりね、こうもっと一緒にいたい、きちんと一緒にいたいみたいな、そういう思いがあるんだろうなって。でもまあ自分にはごめんなさい、残念ながら例えばね、まあ妻がいるとか、なんかこうそういうところでなんかね、こうちぐはぐな感じも出ている部分があるみたいなんです。うん、なんかこう、なんかいろいろね、こうおぼろげになって、自分が何を求めてるのか、何のために生きてるんだろうみたいな、そういうものも今あの人は考えてるかもしれない。でもやっぱり求めてるとこはここなんですよね。あの人はあなたと一緒になりたい、もうこれからも一緒に歩いていきたい、なんかね、こう近いうちもしかしたらあの人からね、心、あの人は心にもない、例えばなんか少し距離を置こうとかね、そういうことをね、あの人は言うかもしれない。でもね、それね、全然本心じゃないんですよ。全然本心じゃない。もう本心はね、やっぱりここに強い気持ちが出てるので、なんかこうあまりの辛さの現実逃避からそういう言葉が出ちゃうのかなって感じがねしてます。じゃあ2人の流れ、なんかね、仲睦まじく私はお付き合いできると思うんだけど、今ね、少しお相手様がややナーバスになってるのかなって感じはしました。そうだね、今ね、ちょっとこう冷たさがね、一緒にいても少し寂しかったりするのかな。あ、でもほら、仲良しになるね、仲直りする。でまたこれ、まあ、ぬかるみにはまるぞっていう意味があるんですけど、またね、きっとね、同じようなこう繰り返しで、まあ、苦しくなることとかね、あるかもしれない。まあ、ダブル特有のそういうものがあるかもしれない。どっちかな、ちょっとこれ2枚取りますね。でもまたね、コミットメント、はい、なんかね、多分この繰り返しかな。辛い、頑張る、でもまたなんかね、何のために頑張ってるんだろうっていう、そういう繰り返しでなんかこう続いていくというかね、頑張っていく、ね、悲しみ、多分本当にね、こういう感じだと思います。なんかお互いにね、例えばなんだけど、まあ離婚して、例えば一緒になるっていうのは、もしかしたらね、遠い未来はね、可能かもしれないけど、レスキューですね。やっぱお互いにとって必要な存在だと思う。なんかね、こういう感じです。
ね、離れるっていうカードは出てない。ただね、一緒にいて寂しかったり、でもまたとっても仲良しになったり、でまた辛い状態になったりっていうね、本当にこのジグザグがなんかね、続きながらもお互いにとって大切な存在、やっぱりあなたがいないと、君がいないとみたいな、そういう状況になっていくのかなっていう感じします。なので、この恋はね、先ほど見たら諦める必要は全くないと。ただ今このお相手様は少しこういうふうにね、悩んでる、辛いからこそ悩んでる。でもし何かね、お相手様から言ってきたとしても、お二人は離れることないから、またね、仲良く戻ることができるから、そこは安心してください。はい、これが3番の皆様でした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。